後崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、多くの人たちが悲しんでるこのニュースです、うん、じゃんと日刊スポーツ、はい、大谷選手再手術かみたいな、右肘靭帯損傷、5年前と同じっていうね、はい、ところのニュースが入ってきましたけども、うん、どうですかこれ聞いた時に。うわーって感じでした、ね、でも打つのは出てたんだよね。そうなんですよね。だからなんか打つのは打てるっていうことはそんな重症ではないのかなっていう、その切れたりね、うん、まあちょっとなんかこの損傷っていうかね、ちょっとまあなんか伸びたとか、うん、あとは切れかかってる、まあ、完璧に切れたわけじゃないんだなっていうね。損傷ですからね、うん、でもやっぱり投げるのは難しいわけじゃないですか、うん、こんだけ調子良かっただけに、ね、そうなんですよ。だから俺はメディアでもずっと言ってたのよ、はい、元気なうちに休んでほしいって、元気だから休んでほしいって俺テレビ出ててもネット番組でもどこに行っててもずっと言ってたの、うん、そうですね。でも知ってる、その時の雰囲気どんな雰囲気だった、うん、俺が言った時、うん、はこいつ何言ってんねんみたいな、うん、大谷はいけんだよみたいな、大谷はもう別格だよみたいな、凡人が何言ってんだよみたいな、うん、本人やりたいって言ってんだから、うん、でいけるって言ってんのに、うん、なんで休まなきゃいけないよと、うん、しかもこんな活躍してんのにっていう、はい、もうマインドと雰囲気を、はい、うわ日本人怖っと思ったの、うん、いやこれは、はい、日本人は抜け出せないのよ、うん、はい、元気だから休むって聞いたことないやろ。いやそうだね、前佐藤さんに聞いて、うん、ってちょっと思いましたけど、うん、でもやっぱ聞くとなるほどとはなるんですよ。ってなるけど、うん、聞いたことないよ。ないですね。でしかも、はい、そんなのできたら苦労しないんだよっていう人いっぱいいるのよ、うん、そんなの社会できないよって、まあ、こっちは休みたいって言ってもそれをなんかいいとする社会でもない気もしますしね。だからそんなのできないんだよ、そんなのできるわけないよって思ってる人がいるからできないんだよ、うん、あそっか、みんなそう思ってますもんね、うん、そうやって思ってるから、うん、ね、でしかもそういう準備しかしてきてないからできないわけじゃん、うん、ね、でこの大谷もね、その休まなかった理由も一体ほど分かるんだよ、はい、もう今年 FA 最終年っていうところで、うん、何としてもこのエンゼルスっていうチームでチームとしての成果として形を見せたい、それ FA 出るにしても出ないにしてもね、だからもう絶対最低でもプレーオフ出たいんやと、はい、ってなった時にそのトラウトもちょっと怪我していなくなったりとか、うん、他の選手も怪我してね、オホッピーとかもそうだしいなくなったりする中でね、この責任感っていうところで、いや俺が出なかったらプレーオフ行けなくなると、うん、ね、別に元気やと、ね、どこも行かないでニューヨーク行っても外出なくて、ね、うん、外食もしてないと、うん、多分オールスターの代理人と食べた食事があれが唯一の外食ちゃうかって言われてるんだよね、はい、うん、だから外食も全くしないと、もうこの今年のこのエンゼルスっていうチームの成果だけにもうトライして自分が出なきゃと、ね、うん、休んだら勝たれへんと、うん、1日も休めないっていうところで多分頑張ってきた結果やと思うんだよね、はい、だからまあもちろんね、俺もその元気なうちに休んだ方がいいって言いながらもね、うん、それはまあ一番いいのは元気なまま終わることじゃん、はい、こうなったら一番いいじゃん、うん、ってなった時にさっき俺は見ろ何言ってんの、大谷は違うねん、お前とか凡人のお前考えなんて通用せえへんねん、でも誰目線で言ってんだよみたいなね、うん、それ言われてもいいわけ、言われてもそうなったらまあいいわけだね、はい、まあいい結果で終わりましたからね、うん、そうそう、でいいわけだけども結局こうなるわけじゃん、はい、ってなった時に今頃になってみんなが言うわけよ、はい、やらせすぎやとか、なんで周りはストップかけなかったんやとか、うん、って言ってますねって言うねん、うん、いやいやいや、お前6月とか元気でバリバリ言ってた時になんで言われへんねんみたいな、うん、その時になんで言っとかないんやと、うん、俺はずっと言ってたんですと、はい、なんかこいつ何言ってんねんって思われながら誰も賛同してくれへんねんで、はい、多分もう5人いたら、うん、あの時も休んでいいと思う人、はい、このままやり続けたら方がいい人、うん、もう俺一人だからね、休んだ方がいいって言ってるのまあでもバリバリ元気でやってたら元気なのになんで休ませるのってやっぱ思っちゃう気持ちもね。いやだから休むのよ、うん、そうなんですね。それはなんでかっていうと、うん、俺はボビーでやってるから、はい、俺も最初めっちゃ違和感あったよ、うん、はっ猛打賞打っててなんで休みやねんみたいな、はい、え昨日ホームラン打ってんのになんで休みやねん、絶好調ですけどむしろみたいな、そのまま行きたいですよね本人は、行きたいじゃん、うん、いい感じのままよし今日も行こうぜ、はい、感覚と同じままってね、うんうん、でよ、うん、はぁみたいな、はい、ふざけんなよみたいな、でしかもやっぱりね、はい、それまではね俺だってね、うん、全試合出場するのが美学、はい、休まないのが当然、うん、レギュラーとはずっと出続けること、うん、っていうのがもう固定概念としてあるわけじゃん。いや今でもやっぱ見てる方もありますよ、全試合出場すごいみたいな。でも、
ボビーが、まあ、ボビーはもうだってあのメッツでもワールドシリーズに行ってるわけだから、はい、その、まあ、アメリカの考え方っていうのはアメリカでも超スーパースターでも年間10試合から15試合は必ず休むって言われてる、はい、その試合がある日にね、うん、で10試合から15試合休むってことは大体1年間、まあ、6ヶ月ぐらいだから月に2回休むってことだ、はい、だから2、3回、うん、月に2、3回休むっていうところをみんなしてるわけよ、うん、ってなった時にたかが 2試合、うん、1ヶ月、はい、休むのが、うん、20何試合ある中で、うん、それで1年間保とうとするわけよ、はい、で今のアメリカのメジャーもそうだけどもシーズン終盤からプレーオフワールドチャンピオンに向けて最高潮にチームとして個人として持っていくようなやり方がメジャーなの、うん、でも日本のどっちかっていうと俺もそうだけど昔からの考え方だともう最初からトップスピード、はい、よーいドンで全力なんかあのマラソン大会のお調子者がいきなり走って先頭行くみたいな、はい、で最後まで走りきれなかったら、うん、キャンプが足りひんのやとか、はい、で謎のよく分かんない理由を、うん、練習不足やとかに言われちゃうみたいなね、はい、ところで、まあ、でもそういうのがなんないようにボビーはだからもう4月とか5月とか、うん、すぐ休みだから、はい、週に1回移動ゲームとか、うん、ナイターデーだったら休みだったりするわけよ、はい、でその代わり、まあ、みんなが出ていくから結局誰かいなくなっても誰かがカバーするから、うん、2005年とかのプレーオフでもよ堀さんが腰から足が痛めて試合出れなくなったよ途中で、うん、クソ大事な時によ、はい、もう何やってんだよみたいな、うん、後輩だけど、うん、でそこで早坂圭介っていう2番手3番手の足のあるスピードがある選手がセカンドに行くわけよ、うん、でもそれも1年間やってきてることだから違和感ないわけよ、はい、普通だったら大丈夫かな、うん、出てなかったのよ、はい、なるわけじゃん、うん、でも試合中常に出てるから別に行くのも違和感ないしこっちも違和感ない、うん、そしたら8回ぐらいの抜けたらあの追いつかれるっていうところをスーパーダイビングキャッチして1塁が、はい、でファーストアウトにして堀さん怪我したからよかったなみたいなあれ圭介じゃないとそれでないやろみたいな、はい、早坂でよかったなみたいになるわけ、うん、で日本シリーズも小坂さんが腰か足かの怪我で出れなくて、うん、渡辺正人だと、はい、そしたら伊賀から一発打ったりとか、うん、でするわけだそれも1年間そうやってやってきてるから何かアクシデント起きた時もチームでカバーできるっていうところが多分ボビーのやり方で、うん、最初めっちゃ休むのよでもこの8月中旬ぐらいからもう休ましてくれないんだよ、はい、勝負どころっていう、うんっていうところを考えたときにだから今夏バテとか夏しんどくないですかとかよく言うじゃん、はい、俺らボビーの時8月しんどいと思ったこと一回もないんだよだからその月にじゃあ言えば2試合ぐらいこう試合がある日に休むじゃないですか、うん、それだけでだいぶ体の疲労って違うわけですかだって週2回休むから日本で言うとだって月曜日休んで金曜日休む、はい、週2回休むねんで、はい、3勤1休みたいなもんやで、はい、全然ちゃうでそうですね、6連勤と、うんね、そうですね、うん、全然1日間に休みがあるんです全然、うん、普通のフルタイムの人も、はい、月火水行って、はい、木曜日休んで、で金土行って日休むみたいなもん、はい、あそれはスポーツ選手じゃなくて普通に働いてる方でも全然違いますね全然違うよ、はい、気持ちの上でもね、うん、違うってなった時に、はい、そのアメリカだと特に柔軟連戦とかあるわけじゃん、うんってなった時に普通の6連戦1日休みでもきついんだから、はいうん、その6連戦1日休んで柔軟連戦を保つのこの中1日ぐらい休んでも変わらへんって、うん、正直それで1年間持つと思ったら、うんね、この元気なうちに休む元気だから休むってことは疲れてから休んじゃうと、まあ、怪我もそうだし病気もそうだし疲労もそうだけど、うん、疲れてから休むとこれ回復するのにめっちゃ休まなきゃいけないんだよ、はいでも元気なうちに休んどくとそれは疲れないために休むから、うん、結局休みが少なく済むじゃん、はい、そうなった時に効率も下がらないし、うん、戦力も下がらないっていうところでは、ね、一般の社会でも一緒ですよ元気だから休むですそうです ね、もう本当に崩れる前に休息を取るっていうね、うんうん、ってなると最後までね、うん、いけるそれはまあ不足の事態をいきなり当たって骨折したとかね、うん、それはもうあの仕方ないのもあるけども疲労から来るその怪我とか、うん、疲労から来る病気とか、うん、疲労から来るこの何かっていうののこの疲労がたまらないようにいや元気だけど休もうが大事なんだよ、はい、だから心もね止まないじゃんでそんなね、うん、佐々木さんあなたもですよって言うんですけど、はい、俺なんてみんな知らないだけで8月2週間休んでるからね佐藤さんはぐわーって仕事して、うん、ドンって休んで、うん、ぐわーって仕事しますもんねそう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 、はい、でしかもさ、はい袴田さんもそうだと思うけど、うん、俺らの仕事ってさフルタイムとかなかなかないじゃんそうなんですよ、ね、朝の9時から6時までずっと仕事ってそんなないじゃんね、うん、なんか現場現場なんで、うん、その間にちょっと休みがあったりとかとかもしくは朝だけとか、うん、昼からとか、うん、夕方からとか、はい、で行っても1時間で終わりだったりとかする日もあるじゃん、はい、あります、まあ、もちろんね朝昼あ今日なんか3つあるな
っていう時もあれば、はい、でじゃあプロ野球ニュースだけって言ったら、うん、いわばまあ6時までにフジテレビに最悪入れればいいから、はい、うん、もうそこまでずっと暇なのよね。そうですね。で行って、うん、で別にずっとこうやって座って試合見てるだけだからね。うん、そうですね。大口さんに言えばね、そのいろんな人と話しながら、とりあえず比較的拘束時間は、うん、まあまあ6、7、7時間ぐらいあるわけですよ。あるけど、うん、基本こうやって座ってみんなで雑談しながら、あーでもない、こうでもない、今日もいいねーとか、あーおこいい、なおこ、こういい、あなんかあったのとか言いながら、はい、全試合をディレクターのスタッフも含めて、はい、みんなで見ながらやってるから、はい、そんな言うほどしんどいわけじゃないんだよね。その打ち合わせも5分ですから、ね、うん、その労力的にはね、はい、だから解説もそうじゃん、行って試合行っても、うん、はい、まあ、いわばこうやって試合見てこう喋ってるだけだから、うん、その体力面ではそんなに言うほど別にそうですね、うん、しんどいわけじゃないのよ、うん、はい、でしかも一日中やってるわけじゃないじゃん、うん、だからその多くの皆さんのね働いてる感じと、なんか俺らの働いてる感じ、休みないって言っても半日以上休んでますからね、みたいなね。そうなんですよね、うん、とか、まあ、会社員の半休みたいな、あ、そうそうそう、ぐらいの時間しか働いてない日も多いけど、休みなしだからね、はい、っていう風に言ってるだけだから、うんうん、であとはもうがっつり休もうっていうね、うん、8月俺が2週間休んでるなんて誰も思わないよね。YouTube それはそれはそうでしょ、ほんで真っ黒になるでしょ。そうですか。もう見慣れてきたのかな、だいぶちょっと落ち着いてきたけども、うん、黒い日多いので見慣れてますけどね。だからここはね、はい、本当にまあみんなもそうだけど、そうですね、うん、大谷選手あのなんか今ってちょっともう神的存在になってるじゃないですか、うんうん、だからもうどんだけやっても強靭な体力で体も大きくなってるし、うんうん、なんか怪我もう今シーズンしないんじゃないかみたいな勝手ななんか錯覚があったんですけど、多分みんなそうやって思ってたと思うんだよね。でもやっぱり大谷も人間だから、いや、そう思えばだって過去も怪我してるわけじゃないですか、うん、そう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 、メジャー行ってからもしてることもあるし、うんうんうん、日本ハム時代も同じとこやってるわけじゃないですか、うんうんうん、だから人間だってことをこう思ってもっと休んでほしいっていう思いも持つべきだったなと思いますよね、うん、でその時によ、うん、今になってからみんなが言うわけよ、はい、周りはなんで止めへんかったんやっていう、そのなんかチームとしてはとかね、うん、なんでとかって言うやん、はい、止めるわけないやん、うん、それなんでかっていうと、はい、今年エンゼルス、ね、で FA 最終年、うん、ひょっとしたら、ね、このオフで来年違うチームに行くかもしれない、はい、ってなった時によ、うん、もう大谷に嫌われたくないやん、はい、チームとして、まあ、残留してほしいし、うん、居づらいな、やりづらいなと思われたくないやん、うん、そしたらもういいですよ、好きなようにやってくださいと、うん、大谷さん、エンゼルスはもう大谷のためのチームですと、うん、もう好きなようにやって、居やすいでしょ、うん、ずっとエンゼルスにいましょう、いませんかっていうのの、うん、なるわけじゃん、それは嫌われたくないから、はい、だから登板日もね、日本ではかなりポジティブ要素としてね、うん、いやこの日移動ゲームもあるからこの日に投げたいですって言って、うん、じゃあそれで行こうって言って大谷の要望だった、だからネビン監督も常に言うわけじゃん、うん、大谷のオーダーだったから、はい、大谷の要望だったから、うん、でもこれ強いチーム行ってその日もしカーショー投げようとしてたら、はい、カーショーローテーション動いてくれないからね。そうですね、そのローテーション動いてくれるっていう前提で成り立ってるし、うん、動かせれるっていう前提でこの日行くわっていうわけで、大谷選手がもう自分でやりたいようにできる環境なわけではあるんですね。そうそうそう、だからそこにバーランダー、うん、シャーザー、カーショーがその日投げるって決まってるのに、うん、ちょっとどいて俺そこにしとるわ言えんやん、言えないですね、言えんしチームとしてもできんやん、はい、でもそれが今できるのがエンゼルス、うん、っていうところ で、練習も含めて全部自分の思い通りにできる、うん、で周りも全部言うこと聞いてくれる、うん、で今になってからなんで止めへんかったんや、いやいやいや、じゃあもうその時に言っていこうよっていう、そうですね、うん、まあ、しかも本人も自分が投げる、自分が行くって行けるって言うから、うん、まあ、チーム止めないですよね、うん、そうそうそう、行けるなら行ってこいですよね、うん、でしかもまあね、エンゼルスっていうチームも大谷のおんぶに抱っこっていうところもあるし、はい、大谷もなんとかプレーオフ出たい、うん、俺が休んだら出れなくなるっていう責任感のもと行けるっていうね、うん、しかも休息も取ってる、トレーニングもしてる、はい、いろんなこともね、サプリメントとか食事も含めて、うん、怪我しないようなことを万全にやってきてる、うん、ってもなるわけじゃんね、うん、結局はね、はい、でなった時に結局終わってみたらよ、今多分 99.9% の人が多分言うと思う、はい、休み休みやった方が良かったんちゃう、うん、いやそんなのもう最初から言ってるやろっていうね、ところもあるわけ、今となってはね、うん、はい、だからまあ多くの皆さんもね、うん、そうだけども何かあってからって遅いからね、うん、どんな万全なことしても何かあるから、まあ、自分ができることで言えばね、うん、やっぱ休むことだからね、はい、まず休めない環境もあると思うけどね、うん、そういったところはね、もう上司の人も会社の人たちも、はい、ね、元気だから休む、俺ね、こう関係あるかどうか分かんないけど、はい、ある時にあの会社の社長さんが、はい、あの知り合いの言ってたことで、うん、あ確かになと思って、はい、病気とか体調悪くて有給使うやついるやんって言って、うん、体調崩して有給なんか使っちゃダメなんだよって言って、うん、体調崩す時は気合で会社来るんやって言って、はい、
有給っていうのは元気な時に遊ぶためだけに使うもんやって、そうですね病気の時とかに使っちゃダメやと、うん、もう病気の時は気合でも来いと、はい、何もしなくてもいいから座っとけと、はい、会社に来て、うん、で有給は元気な時に遊びに行くためだけに使えと、うん、って言ってた人いて、はい、確かになと思って、確かにちょっと熱出てても、うん、まあもう、まあ、本当は良くないですよ、うん、でまあ今はね、うん、コロナにもなってそれがっていうのはおけど、はい、そんなもん10年ぐらい前の時だったら、はい、まあそんなのないじゃん、インフルエンザぐらいじゃん、風邪とかね、うん、インフルエンザだったらそれで休めますかって、有給だったの、はい、ちょっとした風邪とか、うん、ちょっとしたお腹下してるとか、はい、もうそれぐらいだったら来てもう椅子座っとくだけでいいから座っとくみたいな、うん、そんなんで休むのはもったいないからみたいな人がいて、はい、だからそういうね、じゃあもうこれはちょっと極端かもわかんないけども、はい、そうなんかね、あの元気な時に休むシステムっていうのをね、うん、でちゃんとリフレッシュして、そう、そしたら大きく休む必要ないからね、うん、はい、だからこれをね早く手術もしなきゃいけないんだったら、うん、今すぐにでもした方がいいと思うね、来期に間に合わせるようにっていう、まあ、来期は多分間に合わないと思うんだよね、多分トミー・ジョンしたら、うん、はい、正直すごい早く復帰した人で半年で復帰したみたいな人がいるみたいなことは言って、だからこの、 あの保存療法注射とかの、はい、うん、だったら早く復帰できるかもわかんないけども、多分トミー・ジョンだと多分しかも2回目だから、はい、そんな早く復帰無理だと思うんだよね、確かに、だから打つだけだったら復帰ひょっとしたら早くできるかもしれないけど、うん、投げるのって言ったら多分ちょっと無理なんちゃうかっていうのと、う、ね、日本ハムの時も結構かかってますもんね、うん、完璧に投げるで、今だとホームラン王が11本差だから、はい、まあこれは抜かれないと思うんだよ正直、もうここから出なくてもあと1ヶ月ぐらいで10本ぐらい、うんうん、だからもう驚異的にこのロベルト2位のやつが打ったら抜かれるかもしれないけども、うん、まあまあで打点があと今4差だから、うん、タッカーにね、はい、だから打点王っていうところもあるから、うん、この個人のタイトルでもうチームとしたらもうプレーオフ無理だから、はい、正直消化ゲームなの、うん、エンゼルスよく言うのみんなエンゼルスも補強したのにっていう、はい、いやいやあのエンゼルスのしたことは補強じゃないのよ、うん、埋め合わせしただけ、うん、いないところを、はい、突貫工事しただけなのよ、うん、穴開いてるから埋めようってしただけで、はい、なんか増設してないのよ、うん、でも他のねアストロズとかレンジャーズはシャーザーとかねバランダー、うん、日本で言ったら山本由伸取ってきてるみたいなもんだからね、うん、ってなってくるともう正直それも厳しいしね、まあ、正直消化ゲームだから、うん、大谷がもうチームのために出る必要性はないんだよ、はい、一切、うん、ってなったらもう個人の記録だけっていうところになると、打率も今3位だけどディアス3割2分9厘だから打率はまあ難しいっていうね、うん、もしホームランを取れるんだったら未来を見据えて早めに治療してほしいなって、まあもう手術しなきゃいけないんだったら、うん、まあでもまあ残りでも1ヶ月だから、まあ、1ヶ月が短いのか長いのかって考えたらバッターとして出続けてもまあ1ヶ月ぐらいだったらいいかなと思うけ どう、ね、それによってその故障箇所がさらに悪化しないんだったら出てもいいけど、悪化する可能性があるんだったらまあね踏み切ってもまだ29歳だしね、うん、バッティングができるといえどでも絶対負担はかかりますよね、腕使ってんですから、まあ、もちろんもちろん、だからそこがどうなのかなっていうところはね、まあ、続報を待ちたいなっていうところもあるんで、はい、まあ、やっぱりね今日一番何が言いたかったかっていうとね、元気だから休むです、はいはい、ということでね、まあ、できないよっていう人ねいるかもわかんないですけど、うん、まあ、何かあってからじゃ遅いんでね、はい、皆さんやっぱ適度の休養のもとね、8月も後半ね、まだ暑さも残るんでね、はい、無理しないで ね、 そうですね、いろんなところでね、ロンラクダンのね、すべての人のね、うん、健康でいてもらいたいんでね、はい、そうしないと佐々木チャンネルがね、うん、みんな見てくれなくなっちゃうんでね、はい、まあ、佐々木チャンネル見えてるってことは元気なんでね、そうですね、まあ、調子悪くてもこうやって寝ながらこうやって見えますよね、いや調子悪くったらもう俺の圧が強すぎてグーってなっちゃうんですよ、あ確かにやめとこうです皆さん元気でいてください、そうですね、はい、はい。